はい、IS 園芸です。今回は金ボタンすぐるの紹介をしたいと思います。すぐるとはこう以上書きます。この名前については、疑惑があるんですね。後で紹介します。そしてこの金ボタン、一見地味な金ボタンに見えたりはしませんか？ところがですね、これなんとよく見てください。ピントが合うかな。はい、ピントが合うかな。会いにくいですけど、はい、模様符なのかなんか知らない、わからないんですけどね、コンプクリみたいになるんです。よく見てください。コンプクリみたいになってるのがわかりますでしょうかね。まだ芸がしっかりと固まってはいないんですけれど、全部の個体がコンプクリみたいになるんですね。はい、これもそうですね。周りにコンプクリみたいになっているのが分かりますですかね。この芸をですね、しっかり確立させたいなと思っております。コンプクリ芸ですね、しっかり確立させたいと思います。そしてですね、こんなすごい金ボタンを手に入れたんだというのがですね、頭の中に入ってて、そうですね、その時に夢を見ました。夢を見たんですけど、そこの夢の中に出てきてですね、地獄寺の加藤さんという方がいらっしゃるんです。その夢を見た時にはもうその地獄寺の加藤さんは、この世にはいなくて亡くなっていらっしゃいます。はい、話の途中ですが亡くなられていますので、ご冥福をお祈りしたいと思います。その加藤さんが夢に現れてですね、私別にそんな加藤さんとは親しくはないんですけれど、交換会では、東京の交換会ではよく顔を拝見させていただいて、言葉も交わさせていただいたことがありますし、私の観王位、女川の純祖神など欲しいというので送って差し上げたこともあります。もちろんただではありません、お金もらえますよ。はい、そんなんで、送ったこともあるので、その地獄寺の加藤さんという方が私の夢に現れてですね、こんなあるんだよと言ったら、ああこれはね、すぐる言うよって教えてくれたんです、夢の中で。漢字は分からなかったんですけど、その漢字は私が探して言うという字を当てはめましたけど、夢の中でこれはすぐる言うよって教えてくれたのが、この名前をつけた言われになります。なんか不思議ですよね。地獄寺の加藤さん、は知ってますけど、五福でたまに交換会にも来てた方なんですけれど、そんな親しくないのに夢の中に出てきて、これの名前を教えてくれたというか、つけてくれたというか、そういう方です。はい、金ボタンすぐる、もう少し立派に育てて、そうですね、金ボタンのヒグマゲー、コンプクリのヒグマゲーみたいになったら、ちゃんと、展示会などに出して紹介したいなと思います。はい、これはまだ誰も分けてはおりません。これからもまだ分ける予定はありません。なんだってこの全部の歯がそうですからね、画像では映りにくいかもしれませんけど、金ボタンの歯はくらむのでね、歯の周りがコンプクリンみたいになってヒグマ芸をしているんです。そして天場の時には出なくて、少しずつ裂いていってヒグマ芸人みたいになってまたくらむんですね。なので複雑な芸が楽しめます。どうでしょうか、金ボタンすぐるの紹介でした。かぼけちゃったね。はい、ピント合ってください。最後だからピント合ってね。ピントが合いませんね。どうしちゃったの。もうカメラ買わなきゃダメだね、新しいの。合わないな。まだ世の中に知られるのは恥ずかしいのかな、すぐるさんは。あ、やっと会いました。はい、金ボタンすぐるの紹介でございました。はい、私動画もですね、高クオリティなものを求めてませんので、内容オンリー、内容があるかどうかは別として内容オンリー、
そういったものの、あの、フーランの紹介、それができれば良しとしているだけなので、芸術性はクオリティは高めるのを求めておりませんので、勘弁して、我慢してください。はい。インボタン、スグルでした。またボケるかな。ボケるね。はい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 、少しずつゆっくりゆっくりゆっくり、はい、終わりになります。またね。じゃあね、金ボタンすぐるだよ。